さあ皆さん、準備はよろしいですか？昔の人がしていた、今では考えられない10のこと。科学が発達して新たな研究方法が確立されるたびに、古代人の暮らしについて私たちが知ることができることというのは増えていきます。でも彼らの生活って知れば知るほど驚きがいっぱい。何でも試してみたい人ですら二の足を踏んでしまう。そんなとんでもないことを古代の人々はしていたんです。古代人の動物の糞の使い方とは、古代の医師たちが妊娠を調べるために使っていた方法とは、今回の動画では我々ブライトサイドが昔の人々がしていた10のとんでもないことをお教えしますよ。1、女性は鉛や硫黄を使って髪を染めていた。いやー、信じられない。人類は古代からずっと髪を染め続けてきました。でも化学の知識が未発達であったり、誤った化学物質を使用してしまったがためにひどい目に遭ってしまうケースもありました。古代の人々は初め植物由来の成分を使って髪を染めていましたが、その効果は長続きするものではありませんでした。いちいち染め直すような暇もそんなにあるわけではありません。そこでギリシャやローマの人々が思いついたのが半永久的に髪を染める方法。ただこの薬には有害な化学物質がてんこ盛りだったのです。その中に硫黄も含まれていました。その後1700年代のイタリアでは髪を官能的な金髪に染めることが流行し、自身の髪を腐食性の溶液に浸すということを行っていました。特にヨーロッパの女性陣はサフランや硫黄の粉末を使って髪の色を変えたそうですよ。またアフガンの人々は髪を様々な色に染めることが頭痛に効果があると信じていました。ただし人々が知らなかったことがあります。髪を染め続ければ頭がつるっぱげになってしまうかもしれないリスクを伴うってこと。そうして髪がなくなったアフガンの人は頭痛を治すことができなくなりましたとさ。おしまい。2、ガラスの玉やゴムの粒を使って包茎手術をしていた。そう、女性は古代の時代から自分をより美しく女性的に見せるためにいろいろな苦労をしてきたんです。そしてどうやら古代の人も胸のサイズに悩んでいたようなんですよね。一部の女性たちは抗薬や自家製のクリームなどを使って、またはココナッツオイルでマッサージをしたりしながら胸を大きくしようとしていたと言われています。ここまでは現代でもやっている人いますよね。すごいのはここから。世界初の乳房の再建手術は1895年にヴィンセンツ・ツェルニー医師が執り行ったもの。患者の胸から腫瘍を摘出し、その後行ったそうです。以来医師たちはあらゆる素材を使用して女性の包茎手術を行ってきました。使われたのは象牙、ガラスの玉、顆粒状のゴム、そしていろいろなよくわからないもの。美しさには代償が伴うといいますが、これはちょっと。3、動物の糞を薬として使用していた。うえ、気持ち悪い。でも本当にやっていたそうですよ。古代の人々は動物の糞を疾病の予防や治療に使用していたんです。例えば古代ギリシャの女性はワニの糞に避妊効果があると信じ、女性器の中にそれを入れていたと言われています。そりゃまあそんなことをしたら相手の男性がびっくりして逃げられちゃったりして、それで避妊になったってことですかね。一方古代エジプトでは戦士たちが動物の糞を傷口に塗っていたと言います。そんなとんでもない習慣については古代エジプトの神秘の習慣14をぜひご覧くださいね。スコットランドの民間療法では天然痘の治療のために羊の糞が使用されました。そして新鮮な豚の糞は鼻血に効いたと言います。血も何もかも一発で止まっちゃいそう。なんだか人を騙すための嘘みたいな話ですよね。一つだけご注意、決してお家で真似をしてはいけませんよ。っていうかお家に新鮮な豚の糞が落ちていたりしたらすぐ掃除して。4、頭に住む悪霊を追い出すために医師が頭蓋骨に穴を開けていた。うわ、痛そう。人体の神秘に精通していた医師たちは病を追い払うためにありとあらゆる方法を試していました。戦闘と呼ばれる頭に穴を開ける行為がその一つ。
これは脳梗塞や頭痛、感染症に効果があると信じられていました。頭痛がある頭に穴なんか開けちゃったらもっと痛いんじゃないのって思いますよね。昔の人は病は頭の中に閉じ込められた悪霊の仕業だと考えていたんです。ですから穴を開けることで悪霊を追い出そうとしていたのだとか。本当はただ中が見てみたかっただけなのかもしれませんけどね。この方法は中世の終わり頃にはほぼ廃止されました。また考古学者の調査によれば幾人かの患者はこの手術を受けても生きていたのだとか。頭の中に入っていたのが幸運の天使だったのかもしれませんね。5、葬式で泣くことを生業にしている女性たちがいた。古代ローマでは多くの家族が囚人に対するアピールのためにこれらの女性を雇ったといいます。女性たちは葬列についていき、その悲しみを体で表現するために頬をひっかいて血を流し髪をむしったといいます。ちょっとやりすぎじゃないですか。後年になるとこの伝統は廃止されました。何でもあまりにもやりすぎなので葬式が嘘っぽくなってしまったためなのだとか。6、父親が娘の彼氏を合法的に殺すことができた。一家の主人である父親の影響力は他の家族、特に未婚の娘に対してとても大きいものでした。娘の結婚相手は父親が選んだと言いますね。その掟は非常に厳しく、若い女性には婚前に誰かと恋をする権利もありませんでした。よくドラマとかで見るお父さんは許しませんっていうやつ、古代ローマでは本当に許しませんだったんです。古代ローマには2人が不貞行為の最中であるところを発見してしまった場合、父親は娘の相手を殺しても良いという法律があったのです。あと娘も殺して良かったんですって。7、古代ローマでは父親が息子を奴隷として売ることができた。また頑固親父の話か。すみませんがちょっとお付き合いくださいね。そう、家族の中でお父さんは絶対だったんです。その権力は妻に対しても子供に対しても絶対的なものでした。ですから新たに生まれる子供を家に置いておくかどうかを決める権利だって持っていたんです。置かないと決めた場合、息子を奴隷商人に売ることができました。そして奴隷となった息子の主人が息子を解放した時、初めて息子は両親の家へ帰ることができたんです。また父親が息子を3度売って息子が3度家へ帰ってきた場合、父親は悪い父親とされました。やっとかよ。本当現代に生きててよかった。そう思う人、評価ボタンで教えてくださいね。8、医師は妊娠検査薬としてニンニクを使った。解剖学の知識も医学の知識も不完全な時代の医師たちは、妊娠できる女性もいれば妊娠できない女性もいる。その理由が全く分かっていませんでした。そのために彼らはいろいろな原始的な方法で妊娠について知ろうとしたのです。紀元前1350年では女性が麦の種に尿をかけ、その種が発芽したら妊娠しているとされました。またもう一つの方法は、ニンニク一かけらか玉ねぎを女性器の中へ入れるというもの。翌朝、医師が女性の息からニンニクまたは玉ねぎの匂いを嗅ぎ取った場合、女性は妊娠しているとされました。お口の匂いはエチケット違反の現代ではちょっとやりたくない方法ですね。でも麦の種のテストの仕方は今の妊娠検査薬の使い方になんだか似ています。っていうことはこのニンニクテストも近いうちに、なんてこともありえますかね。9、古代エジプトの人々は飼い猫の喪中に眉毛を剃り落とした。古代エジプトの人が猫を崇めていたのはよく知られています。彼らはとにかく猫が大好きでした。猫が一緒に暮らすことで幸運をもたらしてくれると信じていました。また猫は聖なる動物で、猫をいじめたりしただけで死刑になることもあったのです。おいお前、撫でるときはもっと上手にこう。そうじゃない、いつまでも下手くそなやつだにゃ。おい衛兵、こやつを連れていくのにゃ。猫様を怒らせてはいけませんね。古代エジプトの一家は飼い猫が亡くなったとき眉を剃ることで喪に服しました。その後猫の遺体には特殊な処置が施され、木彫りのマスクも与えられました。このちっちゃな猫ミイラが一家の墳墓や
猫の墓場などで発見されています。愛する飼い猫に対してこれほどの葬儀をするのは当然でしょうか。犬派の人たちはどうしてあげたいですか。コメント欄で教えてくださいね。10、ローマには公衆のバスルームがあった。古代ローマの人々は衛生に気を使っていました。彼らは定期的に公衆風呂やトイレへ行き、体を清潔にしていたのです。なんか変な話ですけど、個人用の風呂やトイレを家に備え付けることができた人々はごく一握りの金持ち。その他の 95% の人々は公衆の施設を利用していました。トイレは数十センチごとに穴の開いた長い石や木の板を渡してある列でなっていました。お隣の人と話をしたりなんかしちゃったりして、いやどうも、昨日のコロシアムの試合見ました。ライオンが2点でキリスト教徒が0点だった試合、実にワイルドでしたよね。風呂から流れてくる水が常にトイレの汚物を下水へと流していくという仕組みになっていたそうです。時代を考えるとなんとも効率のいい発想に驚かされますね。ただもうちょっとプライバシーが欲しいなとは思いますけど。皆さんが一番驚いたのは何番でしたか。コメント欄で教えてくださいね。動画の評価ボタンとお友達へのシェアもお忘れなく。それからもちろんブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。